皆さんこんにちは、アリアです。実はですね、私は本気で6年ほどベースギターを弾いてて、日本で3年ほど本気でロックバンドをやってます。ベースという楽器は大好きで、もう弾くだけで心も踊って、でストレスも解消されます。ベースは、リズムセクションなので、しっかりテンポやビートに合わせて、グルーヴを出しながら弾かないと楽器のアンサンブルは全て壊れてしまいます。演奏も曲もダメになってしまいます。しかし日本ではリズムやテンポを自由自在に演奏することができる伝統楽器がありますよ。それは何の楽器か皆さんはもちろん知ってますよね。そうです、三味線です。私は初めて三味線のサウンドを聞いた時に、ああすごく面白いねと思ってました。でいつか自分でも少しでも弾けるようになりたいなとずっと思ってました。そして三味線の一度も触ったことない私に、なんと津軽三味線の演奏家さんが基準な体験をさせてくださることになりました。その演奏家さんの名前は佐藤道弘様です。で実は佐藤さんは、こういった CD も出しておられます。三味線の演奏家として、CD を出す方はなかなかいないそうですけど、実は、佐藤さんにお会いする前にこれを一度弾きました。でとっても、素敵な曲が入っていますので、私からおすすめです。三味線はどの楽器か分かるようになりますし、音的にもすごく面白いです。こんな風に弾くことができたら本当にかっこいいなとずっと夢を見てました。本当に素敵でした。まずは楽器の持ち方や音をどういう風に出すのか基礎的なことを教わりました。その映像を後ほど流しますので、皆さんはぜひご覧ください。津軽三味線についてや演奏家さんに聞いたお話も動画の後半に入ってますので、それもぜひお楽しみください。感想をコメントや評価にてよろしくお願いいたします。こっち側使ってください。はい、わかりました。あ、これも重い。はい、津軽三味線は重たい。そしてじゃあバチをください。バチを薬指と小指の間に、この間をこういう感じ、こういう感じ。あ、なってるなってる。指が柔らかいんですね。それで親指、はい、あれ、こう、あれ、こうですね。違う、ね、これがね、こっち側に親指来てください。そうそうそう、こう、そう、こうですね。こっち側、ちょっとごめんなさい、こっち側持ちましょうね。はい、はい、そうです、こっち、親指がこっちです。はい、そう、こう、こういう感じ。おお、いいですね。そうで、この人差し指がなるべくこういかないように、なるべく、はい、これいくとね、だん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 落ちていっちゃう。あ、わかります。はい、あ、いいです、それです。はい、お、すごい、やったことありますね。いや、ベースを弾いてるので、ある程度指が動くんですけど。ベース、こうやって指で。私指でやってるんで。あ、じゃあそれと本当に同じ感覚で大丈夫です。はい、で、もうちょいここを少し離しましょう。はい、ここがね、離すなのに、それ親指がここへちょっとこっち行った感じですね。だからこっち、こうですよね。こっち、こっち、お腹と下とこの手の3つでここ抱える感じです。そうそう。で今度このバチを、あ、すごい、バチすごくいい。ありがとうございます。これいい。
パッと最初からこういう持てる人なかなかいないですよ。本当ですか、まあ、嬉しいですね、まあ、もうこれ本当ベースのちっちゃい弾く感じもう、ね、うちらよく言うんですけど、この親指弾いてる感覚で弾いてっていうんで、それでこれをね、このバッチがね、はい、このこう、こう開いてこう、こういうふうになんかここに風を送るみたいに、うん、そうそうそう、そう、まず一番上の1の糸っていうんですけど、そう、そこを狙ってください。で、それをこれもこことここの真ん中辺狙ってみてください。そう、一番太い糸、そうそう、そしたら今ね、こういっちゃったからじゃなくて、こう来てここで止まる感じを押さえちゃう、うん、そう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 、止めちゃう、弾いた後に弾いてグニャってする感じ、そう、そう。でね、これがね、この辺でこうよりも上から来た方が楽です。そう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 、あ、いいね、はい。で、今度じゃあ真ん中の2の糸、こうやっちゃうと当たらないんで、こう上からこういう感じ、上から、うん、2の糸、うん、そうそうそう、うん、これが難しいね、真ん中が難しいね。おー、でも、おー、おー、うん、で、反対、この細い糸、この糸が一番難しい、うん、うん、そう。そしたら今度は逆に下から行ってみましょうか。下、そう。もうこんなんね、すぐにできない、普通は。これが、うん、この1弦だけを当たるのが難しいです。だから、ね、でもこれだけ狙ってね、こういうふうにやったらダメで、これがこう上からこれこういくのとこういくのの、こう、うん、そうそうそう、できなかった。そう、最初からそんなできたら困る。またちょっとこうなってきちゃったから、こういう感じ。そうそうそう。これあの、うん、離れないんですよね。そう、これ離れ、そう。そのここがだけ動くんですよね。そう、こういう感じ。うん、またこう、あ、やっぱそうベースなんだよね。それね、こう。こういう感じ、そう、うん、うん、開いてもやってみる、うん、こんなようなこう練習をして、はい、でだん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 今度できるようになったら左手なんで、今度左手ね、1の糸こういってみましょう、1の糸、うん、今度薬指、そうそうそう、うん、そう、そう、三味線の場合は押さえるときはこの指をね、はい、こう、あのギターってこうやるでしょ、はい、こう上に結構こう立てる感じ、うん、うん、そう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 、で今度真ん中の糸こうやってみましょう、うん、これ弾かない音が出ないんで、うん、うん、そうそう、じゃあ最初からやると、うん、フレーズが覚えてきたんですけど、これ弾けないんで、はい、でもフレーズが覚えてます、はい、
そう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 。両方考え始めるといなくなっちゃう。ああ、いいね。やっぱベースはこうちょっと弾いただけでも音がするのかな。そうです、します。ね、三味線はいっぱい、もうバチって弾かないといかないのかもしれないね。はい、うん。これベースみたいにあの、うん、指でこうタタタタタやりたくなって、あの三味線ってこの手でメロディーを作るんじゃないですか。そうそうそう、でベースがこの手でメロディーを作るんで、あそうか、先はタダダのところをこの手で、こっちでやりたくなっちゃう、やりたくなっちゃう。必要です。そう、指がね。うん。まあベースになってきちゃったやっぱり。こうとか。そう。この指が疲れてきた。疲れたでしょ。痛くなっちゃうこれ。薬指が、うん。じゃあ今のフレーズを2人でやるっていうのを取りますか。成功するか、そうですね、行ってみましょうか。せーの。はいはいはい、はい、もういい、もう好きにやってください。好きに、ごめんなさい、好きに。なんか手がもう無意識にこう、うん、ベースみたいに動いちゃうんですよ、うん、私、うん、もう一回やってみて、はい、せーの。よっしゃ。で、一回これやらないで、はい、これ置いてベースみたいに弾いてみてください。今の、はい、ああかっこいいね。あ、フレットがないのはその耳に結構いい練習になります。こう、じゃああんまり抑えない力は、いや、しっかりは抑えるんですけど、三味線より力が1日10時間ぐらいの練習して、聞かせますのでよろしくお願いします。